クラウリオ・クルスは、ブラジル出身のバイオリニスト、指揮者。サンパウロで生まれる。幼少期に、父ジョアンから、バイオリンの手ほどきを受け、エリッヒ・レニンガート・マリア・ビシュニアに指示。その後、アメリカに留学し、ジョセフ・ギン・ゴールド、チャイム・タウブ、ケネス・ゴールド・スミスの各紙に教えを受けた。指揮法は、オリベル・トーニの訓導を受けた。エレアザール・デカルバーリョの推挙により、 1990年からサンパウロ交響楽団のコンサートマスターに就任している。1991年にベルリン室内管弦楽団の演奏会でソリストとしてデビューを果たした。また、アマゾニア弦楽四重相談も主催する。指揮活動は1996年から行うようになり、2003年からリベロンプレート交響楽団の主席指揮者を務めている。 2003年から2005年までは、カンピーナス公共楽団の主席指揮者も兼務していた。指揮クラウディオクルス。2010年10月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年4月29日閲覧。第63回。2010年6月2日。ソアレスクルスピアノバイオリンブラジルの名手たちによる3つのソナタ。2010年10月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2017年4月29日閲覧。クラウディオクルス式。バイオリン。2017年4月29日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年4月29日閲覧。ありがとうございます。